2022年2月24日、ロシア軍がウクライナに侵入したことでウクライナへの侵略戦争は始まったよね。そして半年間のロシア軍による攻撃に耐えたウクライナ軍が、東部戦線と南部戦線で同時に反攻に転じ、世界が驚く勢いで奪われた国土を奪還しているぜ。誰も予想できなかった展開だよね。当初はウクライナが瞬く間に降伏に至るって思われていただろうし。そうだね。さて今回は、ハルキウ州の大敗北はロシア軍の致命的欠陥にあったことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナが旧ソ連から独立した記念日である8月24日、ウクライナ侵略が開始されてちょうど半年の節目にあたるこの日、ゼレンスキー大統領は首都キーウにおいて演説を行ったよ。ゼレンスキー大統領はロシアの侵略により、ウクライナ国民の精神が蘇り、ウクライナは生まれ変わったと述べ、新しいウクライナは、ロシアからの攻撃を受けても泣くことも叫ぶことも逃げることもしなかったと強調したんだ。そして、ロシアの支配下に置かれた東部地域と南部地域のみならず、2014年に奪い取られたクリミア半島をも奪い返すと表明し、我々にとって戦争の終わりはこの半年の間は平和であったが、力をつけた現在は勝利だと述べて、ロシア軍をウクライナ領内から完全に追い出すことを表明していたね。ゼレンスキー大統領の徹底抗戦の意思が見えるね。この頃、ウクライナ軍はアメリカから供与されていた、高機動ロケット砲システムハイマースを主に南部のヘルソン州に配備して、GPS 誘導型で 90km 先の目標をピンポイントで攻撃することができる、長射程 227mm ロケット砲弾 M31H を用いてロシア軍後方の補給線を断つ作戦を展開していたよ。ヘルソン州に展開しているロシア軍部隊は、侵略開始時に南のクリミア半島から侵入した部隊で、ヘルソン州から西に進み、ヘルソン州の州都ヘルソン市を目指したんだ。ヘルソン市の東側には、州を二分する北東から南西に向けて流れる大河、ドニプル川ドニエプル川があるんだけど、ウクライナ保安局 SBU 職員のロシアへの寝返りなどによって、ドニプル川に架かるアントニフスキー橋を無傷のまま渡して、ヘルソン市をロシア軍に明け渡したために、侵入開始早々にヘルソン市は陥落したってわけ。ロシア軍はさらに西のムイコライウを経て、ウクライナ最大の港湾都市オデーサを目指していたとされ、一時はムイコライウ近郊まで迫る勢いを見せていたんだけど、ウクライナ軍の抵抗によって戦線は膠着状態となっていたね。ウクライナ軍はこの南部戦線にハイマースを配備して、ドニプロ川西岸に展開しているロシア軍の補給路となっているドニプロ川に架かる橋を、M31H などの誘導型長射程弾によるピンポイント攻撃によって通行不能にして、ロシア軍部隊の弱体化を狙ったってわけ。アメリカから供与された長射程ロケット弾の精度は凄まじく正確で、ウクライナ軍はアントニフスキー橋のならず、近くに併設されている鉄道専用橋梁をも通行不能とし、さらに、アントニフスキー橋の上流約 60km のノバカホフカにある、水力発電所の貯水ダム上の橋もハイマースを用いて通行不能として、ドニプロ川西岸に展開しているロシア軍部隊の補給路を完全に断って弱体化を進めていたな。さらに、その作戦と並行して、8月中旬頃からクリミア半島にある、ロシア軍の飛行場や弾薬庫などの関連施設において爆発が相次ぎ、当初ロシア軍は軍内における事故と発表していたものが、ウクライナ軍の特殊部隊によるとの疑いが濃厚となり、ロシア海軍航空隊の先飛行場などについては、後日ウクライナ軍によるミサイル攻撃との発表あり、ロシア軍の意識は完全に南部戦線に向けられていたぜ。これらのウクライナ軍による攻撃によって、ロシア軍はウクライナ軍が南部戦線で反攻のタイミングを狙っているとして、東部ドンバス地方から空挺部隊などの精鋭部隊を引き抜いて増援として移動させていたんだけど、これらのロシア軍の動きは、ロシア軍の後方深く潜入している特殊部隊員や、パルチザン活動を実施している地元住民などから全て伝えられていたというよ。さらにウクライナ軍はその間にも、アメリカや北大西洋条約機構NATO加盟諸国から供与される兵器の自軍兵士への運用訓練を進め、ポーランドやチェコなどウクライナと同じく、ロシアを脅威に感じている東欧諸国から提供された、T-72 戦車などの使い慣れた旧ソ連製兵器を配備した機構部隊の再編成を実施するなどして反攻に転じる機会を虎視眈々と狙っていたんだ。そして、ドニプロ川の3本の橋を全て通行不能とし、ドニプロ川西岸のロシア軍が補給を断たれて弱体化するとともに、援軍として派遣された部隊の足止めにも成功し、クリミア半島ではロシア系住民が本土への避難を始めるなどパニックを引き起こしていたみたい。そして8月29日、ゼレンスキー大統領はウクライナ軍が南部において、ロシア軍に占領された国土を奪還する作戦を開始したとして宣言したってわけ。
しかしウクライナ軍は大統領の宣言直後、南部戦線のみならず、ロシア軍が部隊を南に移動させて手薄になっていたと見られる北東部のハルキウ州に新編成の機構部隊を投入していたぜ。ハルキウ州内に展開していたロシア軍部隊からは士気の高い精鋭部隊ではなく、戦意の低い親ロシア派武装勢力のルハンシク共和国やドネツク共和国で徴兵された部隊が多かったとされ、戦車を前面に押し立てて進軍してくるウクライナ軍を見て、それでなくとも低い戦意を完全に喪失して回想したみたい。ウクライナ軍は激戦が続いていたドンバス地方のドネツク州には進撃せず、そのままルハンシク州方面に進み、北部のロシア本土からドンバス地方への補給の要衝イジュームを奪還したよ。これによってハルキウ州に展開していたロシア軍は補給線を断たれ、イジュームの東を流れるオスキル川の東岸に渡って防衛線を敷いたとされているんだけど、一部西側メディアでは、勢いに乗るウクライナ軍をロシア軍が支えきれず、ウクライナ軍がオスキル川を溶かしてルハンシク州のスハトボ近郊まで進出したとの情報もあり、ウクライナ軍が奪還した領土が少し前まで東京都の面積の 1.4 倍とされていたのが、今では茨城県の面積に匹敵する領土を奪還したとまで言われる様にまでなったんだ。ウクライナ軍参謀本部は9月12日、ロシア軍兵士の回想は、ハルキウ州からルハンシク州のロシア軍部隊にも伝染したばかりか、ドネツク州にも広がっていると発表しており、ゼレンスキー大統領は11日に放映された CNN とのインタビューにおいて、今回の反攻作戦の目標に関して、ロシア軍を侵略前の位置に撤退させるだけでなく、2014年以降、新ロシア派武装勢力が一部を実効支配していたドンバス地方全域の解放も目指す考えを示したよ。イギリスのエコノミスト氏は、この反攻が成功した要因として、ウクライナ軍は米国が供与した対レーダーミサイルハームやドイツの自走式対空砲ゲパルトを駆使し、ロシア軍を混乱させたとしたほか、アメリカ軍がロシア軍の動向に関する情報を提供し、事前に反攻作戦についても意見交換を重ねていたことなどを挙げているんだけど、それ以上にウクライナ軍特殊部隊などによる広報活動や、一般市民によるレジスタンス活動や情報提供が大きいとする見方があるね。ロシアのプーチン大統領は、何を根拠にしたか不明だけど、ロシア軍が侵攻すればウクライナ国民は歓迎すると思い込んでいた説があり、ロシア軍兵士たちもそのように吹き込まれていたと見られ、投降した兵士からは自分たちは歓迎されると聞いていたのに、これほど憎まれているとは思わなかったとの証言もあるよ。あんな風に侵略されて歓迎する国民なんているのかな。少し考えれば兵士たちもわかりそうなものだけど。今回のロシア軍の敗走は、大統領以下、ウクライナの国民感情などを読み違えて甘く見ていたこと。そのため短期決戦で終わるとして兵站の重要性を考えず補給が滞っていたことが大きく、それによって両軍兵士の戦意、士気の差が如実に生じたことにあるよね。ウクライナ軍は南部でも進撃を続け、ヘルソン市に迫っているとされ、東部と南部の両面作戦は想定以上の進捗を見せているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。